はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、ゴーストチェンジシリーズ04、ロビンゴースト&ビリーザキッドゴーストです。はい、このシリーズも武蔵エジソンに続いて新しいゴースト来ましたね。今回も2つワンセットで、ビリーザキッドに関しては初の長袖ですよね。外箱はこのようになってて、ちゃんと付属の武器もアローモードとライフルモードがついてます。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、ロビンゴーストとビリーザキッドゴースト、専用台座が2つと、ガンガンセイバーアローモードとライフルモード、バッドクロックのガンモードまでついてて、ガンガンセイバーガンモードを使うことで2丁拳銃もできますね。武器パーツに関しては、ゴーストガジェットが合体した状態ですから、パーツは分離しませんけど、今回もモールドはとにかく細かくって、全体の敵は完璧です。バッドクロック部分もバッチリですね。色はどちらも単色ですけど、アローモードもいい感じ。ガンモードも形状固定ですね。台座に関しては前回と同じものが付属してますので、ゴーストの内側のパーツをカチャッとはめ込むことで、振ったりとか逆さにしても大丈夫。そしてロビンゴースト本体、ぐるっと見回すと、このような感じ。よーく見ると粒子が入ってて、一応メタリックなんですよね。サイドのパーツは軟質で、肩の構造はいつも通りですから、ゴースト状態で動かすこともできます。パーツをひっくり返して付け替えることで、武蔵ゴーストと同じようなアクティブさが出ますね。顔のパーツを起こすと、ロビン魂の顔です。さらに、ビリーザキッドゴースト、ぐるっと見回すと、このような感じ。拳銃の弾とかが全身についてますから、一応造形は入ってますけど、色分けは最低限ですね。そして、袖が初の長袖になってて、別パーツで稼働しますね。内側はごそっと開いてますから、大まかな作りはいつもと同じです。袖が長い分、ゴースト状態でも結構動きがつきますね。先端にスリットが入ってて、顔を持ち上げると、ちょうど角がはまりますね。顔の柄はこんな感じ。ではまずはロビンゴーストを装着。パーツを後ろに両方ともずらして、顔をあります。取り付け方法はいつも通りですから、内側のパーツに位置を合わせて、顔をはめつつ、押し込んでロック。完成、ゴーストロビン魂です。おー、今回も超簡単に装着変身しましたけど、本当に毎回雰囲気がガラッと変わりますよね。ぐるっと見回すと、このようになってて、後ろもちゃんとあのピロピロが再現されてますし、横側、そして正面。相変わらず顔の向きは制限されますけど、だんだんもう顔のまっすぐな感じも慣れましたね。近づいてみると、こんな感じ。ゴースト装着状態での全体のバランスもすごくいいですね。コンドル電話の羽パーツを持つことで、アローモードの両手持ちもできますし、テレビ本編通りの膝立ち射撃なんかもできます。いつものやり方で横を向かせることで、オメガストライクのポーズも取れますね。次はビリーザキッドゴーストを装着。顔パーツを上に展開して、あとはいつも通り位置を合わせて、長袖部分に腕を入れながらアウターを着せて、ここに腕をかぶせる感じですね。内側からロックしてメットもロック。完成、ゴーストビリーザキッド魂です。おー、ガンマンだ。さっきまで弓の名手だったのに、完全別キャラクターにチェンジしましたね。いや、ゴーストチェンジは本当にすごい。ぐるっと見回すと、このような感じで、全身が超ウエスタン。近づいてみると、こんな感じ。肩の部分とかはよく見ると、骸骨なんですかね、ゴーストだけに。今回も顔の柄がバッチリで、ちゃんと模様が浮き出てますし、長袖部分も内側ががっつりありませんけど、
おおよそは腕が隠れてますから、そんなに気になりませんね。ただあんまり腕を上げると、腕のパーツとゴースト部分に隙間が出ますから、可動的には問題ないんですけど、袖パーツが浮かないように考えると、ある程度ポーズは制限されますね。ただこれも武器を持ってなくても、十分かっこいいですし、俺魂の面影ゼロですよね。そしてライフルモードにはグリップもついてますから、左手に持たせることで、はい、オメガインパクトのこのポーズもちゃんとできますね。ちなみにどのフォームでもイグアナゴーストライカーには乗れますから、このフォームで登場するとより荒くれっぽさが増しますね。ロビンでもなかなか似合います。はい、両方並べるところで同じ射撃系のゴーストですけど、武器の形状も全然違いますし、それぞれの偉人の雰囲気がちゃんと出てますよね。はい、ということでゴーストチェンジシリーズ04、ロビンゴースト&ビリーザキッドゴーストを紹介しました。遊び方はこれまでと変わりませんから、ゴーストパーツの顔を起こして上からカチャッと装着するだけなんですけど、見た目のあまりの変化に毎回かなりテンションが上がりますし、専用武器も大きなものが付属しますから、どのフォームもほんとかっこよく決まりますね。以上、仮面ライダーゴーストゴーストチェンジシリーズ04、ロビンゴースト&ビリーザキッドゴーストセットの紹介でした。